族長様、ニアーラの粉を取ってまいりました。そうか。では約束通り吸引の石板は作るとしよう。明日までに用意をしておくから、今夜は隣で休んでいくといい。ありがとうございます。これで歴史を戻す準備が整いますね。一つ質問がある。シュバイツァーが過去である男を殺したから今の時代の流れになったんだな。それで俺たちはその時代に行って歴史を戻す。はい、そうです。それで戻した歴史ではクイーンスクリーパーが増殖しているから、今度はクイーンを倒すときに立ち会ってこの石板でクイーンを封じる。そうでしたわ。その方法を考えないと。その方法？私たちは二度時を越えねばならないのです。一度目の移動には当てがあります。ですが二度目、コリンの勇者様たちがクイーンを倒すときにどう立ち会うか。ユリーの力で私たちをそこに送れないの？そんな無理ですわ。確かに私は他の妖精より時に関与する力が強い方です。ですが私の力では時の歪みを使って送るだけで精一杯です。それじゃあもっと多くの妖精がいたらできるってこと？それは可能かもしれません。ユリーの他に時に関する力が強い妖精って誰？トトゥーア村のミランドでしょうか。それじゃあ頼みに行こうよ。聞いてもらえるでしょうか。やってみなきゃわからないならやるだけだろ。それじゃあ夜が明けて石板を受け取ったら行ってみましょう。おはよう、人間よ。族長様がお呼びじゃぞ。石板ができたみたいね。よく眠れたかね。約束の吸引の石板だが、ちゃんとできておるぞ。使い方は簡単じゃ。まず4枚の石板を使って魔法陣を作る。この魔法陣の100メートル以内でクイーンスクリーパーが死ねばこの石板に吸引される。まあもうクイーンスクリーパーはいないがな。ありがとうございます。これが
丈夫よ。どうした、ユリ。知識部門のコンテストはまだ開催されないが。今日は別の用事で来たのです。君にしては歯切れが悪いな。クイーン・オブ・ピクシーの名が泣くぞ。わかりました。実はあなたの力を借りたいのです、ミランダ。それはこの星の未来に関することか。どうしてそれを。君がその人間たちと現れてから時の流れが慌ただしくなったのでね。少し占いなどをしてみた。過去に何か起きるたびに未来が大きく変わるので占いが全く役に立たない。そこまで分かっていたのですか。今まで過去を変えられる人間がいるとは知らなかったのでね。少し驚いたよ。だが君が関係しているなら過去を変えられることも納得できる。それで力を貸してほしいと。私は時の歪みを使って彼らを過去に送ることはできます。ですが歪みがなければ過去へは送れません。もし時に関する力が私よりも強いミランダなら時の歪みを用いずとも彼らを過去に送れるのではないでしょうか。それは無理だ。いくら私でも私と君が力を合わせても何もないところから時を動かすことは無理だ。だが他の妖精の力を借りれば不可能ではないだろう。物に込められた思いを読み取ることに長けたゼルドックのロッティとヤージェンのノーラ、サポートを合わせて全員で4人は必要だが。ふむ、これはうまくいくかもしれないぞ。ミランダ、君が他の妖精を頼るなど普通では考えられないからな。だがそれを曲げてここに来た。それだけで十分に手伝う理由にはなる。ありがとうございます、ミランダ。他の妖精のことは私に任せて、君たちは君たちのなすべきことを果たしてくれ。よかったわね、協力してもらえて。それで次の段取りだけど、まずは過去を正常な歴史に戻しましょう。平和維持軍に入るべき人物が過去にワースリー村で殺されてしまいました。それを防がないとなりません。慎重に作戦を練りましょう。Thank you.
だここだ。情けない顔をしているのですか。これから私たちが助けに行ってきます。え、嘘、そんなことできるの。少しは見直しましたか。悔しいけど今はあんたに頼るしかないわ。任せておきなさい。では、過去に移動します。よろしいですね。皆さん、お願いします。あいつを助けて。スクリーパーどもが邪魔だな。それにしてもあの手のあるスクリーパーは何だ。やつ、ない、こいつは俺の弟のような存在、絶対にやらせない。いました、まだ無事です。ナイトスクリーパー、ヘビーな状況だぜ。あの手のあるやつ、倒れている人を守ってるみたい。あの倒れているのがコリンの勇者様です。あいつらはどうしてここに。その人は殺させないわ。俺の行動を知っている。つまり俺より未来から来たか。どうやらお前たちは俺の敵に回ったようだな。ならばここで殺してくれる。どういたしますか。何かな。どうしてほしい。ここは引くしかあるまい。
ね。ありがとう。これで思い残すことは。あなたは？俺はもうダメだ。まだ人の心があるうちに海へ。人の心。一度元の時代へ戻りましょう。本当に歴史は戻っているのよね。はい、それは間違いありません。廃墟のままだから、なんか実感が湧かなくて。クイーンスクリーパーが分裂する前にはこの村は再建されていたのですけれど。それじゃあ俺たちがうまくクイーンスクリーパーを封じることができれば、この村は壊されずに済むってことか。ミランダたちが過去に送ってくれれば、あの吸引の石板を使って。だがその前に一つ問題があるぞ。どうやってカイザリス島まで行くんだ。やっぱりこの間のように引き潮を使っていくのか。え、わざわざ船で行くの？前みたいに引き潮を使った方が。いえ、それはよくありません。どうしてだ。前にもその方法で島に渡っている。確実じゃないか。コリンの勇者様たちがクイーンを倒しに向かうのは歴史においてかなり大きな事件です。このタイミングに本来いるはずでない我々が立ち会うべきではないのです。今までの時間移動は本来の歴史に戻すための行為でした。ですがこれからやろうとしている時間移動は本来の歴史を変えるためのものです。何が起こるか正直予想もつきません。だからリスクを減らすためにもできるだけ本来の歴史に沿って行動すべきなのです。だが島に渡るにしろ、そう都合よく船なんて見つかるのか。この辺りにないかしら。慎重に作戦を練りましょう。実はやっと直したボートが瓦礫に埋まっちゃってね。やっと直したのに誰も乗らないうちに。過去に行けばボートは無事なわけね。これで当てができましたね。待たせたな、ユリ。本当だったんだ。まさかユリーが僕たちに助けを求めるなんて思いもしなかったよ。ニナ言い過ぎだよ。ユリーは変な意地を張らないんだから。皆さんのおかげでギャリック様が助かりました。このお返しはぜひさせてください。僕もセリスを助けてくれたお礼をしないとね。ありがとうございます。ですが、これは危険だ。危険は承知でこうしてきている。もうそのことは心配するな。それよりも少しでもリスクを減らすために前回の歪みの影響がまだ残っている今を逃したくない。用意はいいか。では始めるぞ。
ロッティ、過去の気配を。はい。ちょうど良い時は、コリンたちがカイザリス島に突入した直後しかありません。それより過去には良い時が見つかりません。ではそこへ、あとは私たちが何とかします。わかりました。時を捕まえました。今です。では時をつなぐぞ。ノーラ、みんなの心をつないでくれ。ニナはサポートを。うん、任せて。過去が見えてきた。ユリ、今だ。はい、皆さん行きましょう。僕のボートを使いたいって？もちろん、やっぱり道具は使ってこそだよね。すぐ海岸に用意するよ。海岸に置いてきたから自由に使っていいよ。気をつけてね。これであの島に行くのか？はい、急ぎましょう。なんとかスクリーパーにも襲われずに上陸できたな。ここ以外に上陸できそうなところはないから、ここからは徒歩で移動ね。それよりまだ時間は大丈夫かな？クイーンの気配はまだあります。ですが急いだ方が良さそうです。